写真拡大。全2枚。パリーグ、ソフトバンク8対7、オリックス、7回戦、ソフトバンク6勝1敗、11日、ペーペー、D ソフトバンク柳田が2発5打点。6回2失1、2塁からは右翼テラス席に逆転スリーランを放った。芯に当たったので、なんとかしたいという気持ちは本当にありました。2回2失2塁でも中堅右のテラス席へ13号ツーラン。14本塁打は山川、西武らと並び、打率385でリーグ2冠だ。2番に据えた工藤監督は、巷で言われる2番最強説です。2本目は彼じゃないと打てないと笑顔だった。